じゃあ皆さん始めましょうか。よろしくお願いします。ビジネスの授業ということでいろんなセクションがあります。まず最初にこれは皆さん、はい、そうですね、履歴書もね、まず左の書き方とかを中心にやります。いろんな人が応募、ね、会社に入りたい時に応募しますので、その中でも私はこんないい人ですよ、素晴らしい人ですよ、これできますよっていうのが分かるように書くのが履歴書ですね。履歴書の内容はこんな感じです。左が基本情報で学歴と職歴で、右側に免許、それも大切な資格ですよ。5番目の自分のいいところを見せる。カジュアルな服はこの人ダメなんです。でも学生みんなこれ持ってくる人結構多いんですね。先生できました。なすびさんなんかありますか。まあそうですね、はい、髪型も社会人働くイメージでお願いします。ハローワーク行ったことがある人、アスリートさんどうでしたか、何をしましたか。本当は今むしろハローワークのスタッフと話して、うん、調子ごさんお願いします。調子ごと申します。本日よろしくお願いいたします。いいですね、いいですね、はいはい、ありがとうございます。じゃなくてちゃんと腰からね、失礼しますとできるといいですね。自己紹介を1分ぐらいでちょっとお願いします。こんにちは、ストリートと申します。大学は日本語と日本文化の勉強をしました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いいですね皆さん。はい、で座るときポイントは、まっすぐ、何がまっすぐ、そうですね、背中がまっすぐ、後ろはつかない、そうなんですよ、後ろつかないんだよ。じゃあ練習しましょう。一人は座って、一人はコンコンコンか、ゆめちゃんさんで座って、閉めて、相手が知らない話題の場合、隊員さんが大阪商会のチャイさんに電話でアポイントを取る。なんて言ったら、もしもしおはようございますって言ってたけど、今皆さんさすがですね。でシャドウイングやってみましょうか。東京市営業でもおはようございます。できましたのでお待ちしているんですが、失礼します。いいですね。ちゃんとほら、ありがとうございました、拍手。